足踏みトントンっていう、まあ、この題名から言いますと、あんまり、ね。こう歌わすとかいうよりも。 テンポを狂わず一つ一つをこうトン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 っていう、うん、正しいテンポでなんかこう歩んでいく足踏みしていくっていう、うん、そんなような弾き方でいいと思います。で,、えーっとですね、まずこの曲の,あの、まあ、難しいところというかね、うん、まずは4から1の指替えそれから5から2の指替えっていうの、まあ、あと1から4っていうのもあります4から1まあ,あの同じあのパターンなんですけどもね。 うん、で指替えがいかに、まあ、お音の響きを止めないで次の音に音楽的にいくかっていう、まあ、もう本当にこれ3歳4歳ってすごくちっちゃいあの年齢でも弾ける曲だと思うんですけどもまずこの時期からあのこの指替えをするでその指替えをするのに必ずあのただ指替えるからってこうではなくて音楽的にギリギリまで前の音を押さえてそれで次の音にこうバトン タッチしていくっていうこの感覚をねあの <coughs> 養っていくといいと思いますね。うん、まずね足踏みトントンですよね。で足踏みというのはこうやって歩いてますよね。でその足踏みっていうのが標識になります。ですから四分音符が一拍で歩いてるんですよっていうことですね。で足踏みっていうのは急いでいるものそれから、えー、ゆったりしているもの一番当たり前なの,のは普通に歩くときですね。 その何にも指定してない時は普通に歩くスタイルでこれは人にもよるんですけどもあんまり遅く弾くと何か何でそうやってゆっくり歩くんですかってテンポになるしあんまり速いと何でそうやって歩くんですかって言われますから何にも書いてないですから何にも書いてない時は普通に歩くえ大体これがモデラートと言われてるもんですね。先生ののい,いいいいたそれれでと思いますこれが表紙の 元になりますので万が一これが2分の2って書いてあったら2分音符で歩くことになりますからねですから必ず皆さん方は演奏する時に表紙というものを見て分母にあたるところがこの分母の音符で音下で歩くんだよっていうことで始めてくださいそしたらあのぐらいのテンポが想像されるこれが足踏み次「トントン」っていうのがどこなんでしょうかっていったらここだと思いますよ。